10月29日金曜日、サンデルタカラスで市内の中学生が自分の体験や考えをもとに交通安全についての思いを訴える津市中学生交通安全弁論大会が開催されました。この弁論大会は中学生に交通ルールとマナーについての再認識と交通安全意識の向上を図ってもらおうと津市交通安全対策会議が主催して毎年行っているもので、旧津市時代から30年以上の歴史を持つ大会です。はじめに主催者を代表して津市交通安全対策会議会長代理の小川副市長が、今年は交通事故が増加しており、中でも子どもや高齢者の事故が多いと聞いています、交通事故を防止するには一人一人が交通マナーを守ることが大切です、これを機会により意識を高めていただきたいと思いますと挨拶し、続いて審査員の津警察署交通第一課長の黒宮雄一郎さんが、最近中学生の自転車の事故が市内で増えています、今日の発表を聞いてもう一度自分の自転車の乗り方を見直していただき、今後の交通事故防止に役立ててくださいと挨拶しました。その後審査員の紹介と審査要領が説明されました。弁論は論旨のほかに声量、表現力、姿勢、態度が審査の対象とされ、8人の審査員の合計得点で最優秀1名、優秀3名、優良5名の各賞が選ばれます。今年の大会には市内から17校の参加があり、各校を代表して出場した中学生弁士の皆さんは堂々と自分の交通安全に対する思いを語りました。5分間の持ち時間で演台に立った生徒たちは、自分や家族が実際に体験した交通事故のつらい思いや、自分が普段の生活の中で気づいた交通安全に対する考えを身振り手振りを交えたり静かに語りかけたりなど、思い思いの表現方法で熱弁を振るっていました。発表終了後は審査の点数集計が行われ、審査結果が発表されました。今年度の最優秀賞には、交通事故の恐ろしさと題して発表した市立三郷中学校2年の成田かなさんが選ばれ、審査委員長の中野教育長から表彰状と記念のクリスタル盾が贈られました。関係者は、この弁論大会をきっかけに交通安全について真剣に考え、もう一度身の回りを見直していただき、自分たちを支えてくれている地域の方などいろいろな方への感謝の気持ちを忘れずに自分たちの取り組みを進めていってほしいですと話していました。